リュバルタスが築き、ビータウタスが改築を施したルーツク城、ウクライナリュバルタスは、ハール1ボルイーニ王国の支配者。リトアニア大公国の君主ゲディミナスの末息子。洗礼名はドミトリー。1320年頃、または1323年頃、リュバルタスは、ハール1ボルイーニ王アンドリーの娘と結婚し、ボルイーニ東部のルーツクの支配者となった。舅のアンドリーとその弟レーブ2世が1322年頃に相次いで死ぬと、ハール1ボルイーニ王国には男子の相続者がいなくなった。ゲディミナスは息子のリュバルタスを後継者に推してポーランドとの戦争を引き起こすよりもブワディスワフ1世と妥協することを選んだ。リトアニア、ポーランドの両国はアンドリーとレーブ2世の甥、ボレスラブ・ユーリー2世を王位につけた。ボレスラブ・ユーリー2世は、ブワディスワフ1世の従弟、ゲディミナスの甥、プーツク公バツワフの娘婿という立場にある、ポーランドのマゾフシェ公国の統治者トロイデン1世の息子だった。同時に14歳のボレスラブ・ユーリーは、ゲディミナスの娘の一人エウフェミアと婚約した。新王妃の兄、リュバルタスは、ルーツィクとボロディムイル・ボルイーンシキーを支配し続けた。ハール1ボルイーニ戦争は1340年のボレスラブ・ユーリー2世の死まで引き延ばされていた。反抗的な貴族たちは王を毒殺し、リュバルタスをハール1ボルイーニの新しい統治者に迎えたのである。資料があまりに少ないため、1341年から1349年までの出来事を完全に再構築することは不可能である。二人のニー・アルギルダスとケーストゥティスの支援を受けていたのもかかわらず、リュバルタスは1349年、ポーランド王カジミエシュ3世にルーツィクを含むボルイーニ東部以外のすべての国土を奪われた。1351年、リュバルタスは戦闘中に敵の捕虜となり、ケーストゥティスによって救出された。1366年、リュバルタスとポーランド王は和約を結んだ。この和約により、リュバルタスは、ボルイーニ東部とルーツクを保持し、ポーランドが、ボルイーニ西部とハール1全域を領有した。しかし、事態が収まっていたのは1370年までだった。カジミエシュ3世の死と同時に、リュバルタスは優位に立ち、ボルイーニ全域を奪い取った。この国境線は1569年、ルブリン合同に際してボルイーニ及び、ルーツクが、ポーランド領に組み込まれるまで保たれた。1382年、ハンガリー王、ポーランド王ラヨシュ一世が死ぬと、リュバルタスは、カミアニエチ、プシセムイシル及び、ハンガリー領内の諸都市を占領した。リュバルタスは、リトアニアの継承問題において、2位、ケーストゥティスを支持し、その対抗馬である甥のヨガイラと対立した。リュバルタスは、リュバルタスの城として知られる。ルーツィク城を築いた。この城は現在も残っている。リュバルタスはボルイーニを約60年程度支配した後、1385年頃に死んだ。1350年頃、リュバルタスはモスクワ大公セミョンの親族にあたるロストフ公コンスタンティンの娘アガフィアと再婚した。リュバルタスにはヒョードル、セミョン、ラザルの3人の息子がおり、このうちヒョードルはボルイーニを相続し、1431年に亡くなった。ありがとうございます。